左、なんかカラスが避けたね。お願いします。お願いします。うん、ちょっと左、こう見えないな。何すんの、後半。後半もよろしくお願いします。はい、しゃー、なんとかフェード打ってるし、飛んでるよこれ。素晴らしい、いいね、今でよかった。16 16 T、 フェードが下かね。志は？かなり高めで。かなり高めで。これぞ乗っただけってやつだね。ショッさん、ワンオンする気分だね。ねえ、すごいよね。せっかくこの看板があるんで。うん。それをうまく利用していきたいと。あ、看板を？こうどう利用するのか全くイメージがつかないんだけど、大丈夫？52度。80ヤードって書いてあるね。そんなないように見えるけど。おお、これ看板利用したよ。ああ、ちょっと利用しきれてないね、看板を。全然ないよね、距離ね。60度。あ、60度。70ヤード。あー、でかいんだ。この戦いにちょっと気持ちが入りすぎてる。ああ、そういうことだね。まだ決まってないよね。熱い一打にかける男たちの思いが、ね、距離を反映させちゃうんだ。まだ何も決まってないけどね。翔太君の言う通りだね。ああ、曲がるね。行きますか。はい、ナイスパー。曲がりが強い。うん、ナイスパー。ナイスパーです。どうも。下りスライス。曲がる？非常に曲がります。おいしい。油が出た。ありがとうございます。よいしょ。ナイスショーです。どうも。ちょっと手抜き先行くわ。運転席一番笑ったかもしれない。大丈夫。曲がらないね。
うわこれ飛んでるわ。これいったんじゃない。志もちょうどいい。ちょうどいい志。完璧だわ。週一の仇取った取ったわ。何番、スプーンですね。はい、あの木に打っていけばいいんだね。木だよ。志は、志はちょっと低めでいきますね。うわ性格いいね。性格いいわ。性格いいっすね。うん、でも届かないな。ちょっと左足下がりなんで。うん、左足下がりなんで、ラインに、ね、志を下げさせられてる状態です、うん、ああなるほどね。自分の志は高いんだけど、ライがそうさせちゃうんだ。ああ、それにはあらがはない。じゃあ、あ、抗うの？抗っても、うん、高くいくの？そう、高くいく。その時ね、一般のゴルファーのへの注意点としては俺みたいなことになるよってことだよね。あのボールの手前30センチを叩くよってことだよね。ではお願いします。ね、ライ通りの球の低さだね。どっちだ。240ヤード、4番。おお、ドロー。ちょっと左前ちょっとかな。あ、ちょっと手前か。ごめん、テルケ。いきのりをレジェンドの、あ、大丈夫だね、自分ね。狙える。え、52度で。52度。これやっぱあれですか、左のあの木の枝に当てて、はい、からピンに曲げていく感じで。そうですね、まあ、こんな開けててここ打ってたらバカですよ。そう考えて。90ヤードぐらいかな。90? うん。はい。超スレスレだったけどね。でかい。何度ですか。56で。56。でかいね。ちょっとオーバーかな。お、テルキいいね、ここね。いいのこれ。え、良くない。全然イメージない。ほんと。じゃあ俺とレベルがちょっと離れてるんだね。アプローチのレベルが。そうだね。足りてないよ。低めで行きたい。低めで、はい、ああ、ちょっと伸びちゃったね。バーディーパット。になったらカップに届く。気持ちが足りてないね。足りてないね。うん、オッケー。危ねえ。バーディーパット。上りスライス。のはず。切れなかった。今はそれでいいね。いい。オーバーしてる。はい。九番やん。うお、すごいとこから。おお。ナイスオン。だいたいこのピンがこの辺にあって、今ショートさんはこの辺に打ち出しました。こんぐらい曲がってるってこと。ピン
距離は行ってんじゃない。大輝8だった。8番、はい、8番ライン、いいね。弱いね。ちょっと弱いか。消せなかった、はい、52度でセカンド。なんで52なん、いつも。いやでも52が結構52でやってたんですよ、昔から。へちょっと強い。それマークだった。マークどこだろうと思った。それも気づかなかった。ちょっと3バーディパット、若干上りフック。もう切れない。ああ、やっとカップオーバーした。やっとカップオーバーした。パーパット。はい、パーパットです。うん、ナイス。すが、もうプロボギー打たない。そうだね、プロボギー打たない。プロボギー、うん、だから俺も打ってないもん一回。ご視聴どうもありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価、面白くねえなと思った方も高評価、およびチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。おお、綺麗なフェードボールで、いやもう完璧。グリーン方向ならいいんだね。うん、シュー、遅刻だよ。いや遅刻だよじゃなくて、俺何も聞かされてねえ。今どこ。今、越谷なんだけど。埼玉行けねえわ。そう、そうなんだよ。なんと、どこで何をやってスタートが何分っていうのをさ、当日のスタート前の20分前に連絡したっていう。ああ、意味がわからない。さすがやっぱ周囲…翔太さ、翔太変わってだから今日来れない。え、いや来れないじゃなくてさ、何も聞かなくてない。聞かない。俺昨日の昼に予約したんだよね。言ってなかったっけ。昨日の昼予約して、何にも連絡してない。すごいね、周一テロだね、テロ。世の末だよ、世の末。世の末だよ。もう自然界最強の毒やねん。いいんだよ。そうだね。誰一番悪いと思う。誰が一番悪いと思う。うん、ね、尾崎翔太だ。俺なの。越谷だか飛行機だか埼玉だかわかんないけどさ、もう飛んで埼玉になんねん。飛んで埼玉ね。おい、よくそんな時事ネタ知ってるね。飛んで埼玉なんて。飛んで埼玉なんて。見てんな。カン大丈夫だよ、今日カン周一代理が頑張ってくれてるから、ね、そう、今日俺カン周一ってことで出てるから。あ、なるほど。あ、そう、急に痩せましたね。そうそうそう。お前もう、お前やっぱ分かってるね、俺のことね、周一ね。まるっきりそれだよ。カンですみたいな感じで出てきたんだ。伊達に俺と何年もやってないね、やっぱね。うん、ウードメーカー賞取り合った俺ら、やっぱ違うね。せめて前日でも伝えた。せめて前日に伝えた。20分前はちょっとね、20分前はちょっと予定を合わせられない。ちょっとテロだったな。ああ、テロってな。わかりました。はいよ。